稲妻ショッピングチャンネルに切り替わります。ちょっと買い付けてきたものがそうたくさんありますからね。今回はあのね、はい、今回は先日9月ですね、はい、我々アメリカに行って、あれその模様は1個前の号に載せてたんだっけかね。この号に載ってたか。載ってます。あ、そうかそうか。151ページですね。見て、あ、そうだそうだそうだ、真っ暗のロスボールね。真っ暗のロスボール。雨降ってたもんね。雨降ってました。珍しく、ね、ライブコマースなんかもやったんで。やりましたね。ご記憶にある方はあると思うんですけど、はい、先言っときますわ。あ、その前ヴィンテージランデブーは151ね、はい、151ね、はい、古着のイベント、ヴィンテージのイベント行ってきました。まず一発目、これね、はい、ショップコートといわゆる言われてるものですね。ショップコート、はい、じゃんじゃん、出ました、出ました、11万8000円。はい、これは、はい、今が一番安い。テイル・オブ・ザ・パップっていう、はい、ホットドッグ屋さんだよね。ですね。1946年から創業家の有名なホットドッグ屋さん。1946年、これはヴィンテージではありません。今のもう今もんです、はい、今の新品、はい、はい、セットで、はい、じゃん、プリントも入ってんだよね。プリント入ってます。2980円、はい、こちらです、こちらです。同じ、はい、ホットドッグの、はい、ホットドッグ屋さんのオリジナルキャップ。オリジナルですね。はい、はい、じゃん、7800円。はい、7800円。いかがでしょうか今、はい、やっぱりこの辺すっごい高くなってて、その10万以下とかっていう値段はありえない。はい、はい、いきます。1950年代の、はい、キロハナ、04チリメガのシャツ、はい、8万8000円。おー、切りましたね、切りましたね。巾着ですと言ってもヘルメットバッグです。 US エアフォースの50年代終わりから60年代頭に使われてた。見つけたくても見つけられないやつでしょ。ないですね、あんまり出回らない感じですね。19800円。はい、これかわいいね。これかわいいですよね。はい、もうオリジナルの T シャツでございます、これどこのオリジナル T シャツかって、これはあの、ね、はい、ここにね書いてあるんですよ。書いてあります、はい、ロングビーチアンティークモールこれはロサンゼルス郊外だね、ロングビーチってずっと南に下っていくと、はい、町があって、はい、そこに大きなアンティークモールがあって、はい、ロングビーチアンティークモール T シャツ、はい、3色あります、はい、それぞれですよ、全部でじゃないですよ、はい、それぞれ5800円、各灰皿なんです。灰皿ですね、これは。これ灰皿として使うのもったいなくて、うん、玄関先に鍵とか入れて小物、そうですね、使ったらいいんじゃないかななんていうぐらいのサイズ感なんだけど、はいはい、ここにファイアーストーン、ニューヨーク、はい、ワールドフェア、ワールドフェアです、1939年。古い行ってきましょうか。行きましょうか。1939年、はい、ファイアストーン灰皿、はい、1万8800円。おっと、おーす、どうでしょう、いかがでしょうか。です。年代的にはおそらく60ぐらい、60くらいかね、ぐらいだと思います、この感じと、はい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 、うん、はい、スウェット、はい、2万5800円。はい、こちらです。カメラケース、カメラケースでございます。ゼロハリバートンのカメラケース、ここ見えるかな、ヴィンテージのロゴついてます。でかっちゃうかな。3万2000円、安いよ。そうですね、安いだよ、3万2000円。サーバマリンデビジョン、第3海兵部隊、海兵隊、海兵隊、はい、おそらくこれベトナム戦争の頃だよね、の頃だと思います。60終わり70ぐらいかな。あの袖のステッチが内縫いになっていて、多分もう70近いぐらいのディテールだと思うんですよね。1960年代、60年代、ミリタリースウェット、はい、カーキ、はい、49800円。はい、生地スウェットじゃないですよ、これ。これ違いますね、クラシックパイル、はい、いわゆるフリースみたいなですね。モコモコしてます、うん、1950年代から60年代だろうと思われる、はい、アーミースポーツジャケット、はい、じゃん、73,500円。はい、これはかなりお買い得、お買い得です。また第2弾いつかやりますですね。じゃあ、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。